自立って本当にそうだから、うん、奥が深い。奥深いよね、うん、まずだから対外の自立って経済的な自立っていうのが一番頭に来るじゃない、うん、でその経済的な自立っていうのがどうあっても自分では果たせないという思い込みの中でなんかこう自分をねこう我慢させた人生をするんだけど、うん、まず一番に測るのはもう全部絡み合ってる問題ではあるんだけど、まず自分の精神的な自立をこう育んでいく過程において経済的な自立の道も必ずつかめるような気がするのね、うんうん、だから私もまず本当に自由になりたい自由になりたいって思った時にその自由になりたいっていう訴求があったからこそじゃあこの仕事をしようとかね、うん、こうやってみようとか、まあ、それこそトライアンドエラーで、まあ、結果ここまでやってこれたかなっていう気はするよね、うん、だけど大概の人は、まあ、自立したい、うん、でもお金の問題が立ちはだかる、でそのお金をどうしたって自分がこう生み出す力はない、うん、ないっていうそっちのネガティブな方向に行ってしまって、まあ、結局そのまんま、うん、ねぶつぶつと不平不満を並べながら私の人生こんなものかなって行くとしたら非常に悲しいよね、うん、そう私は36で離婚して一人でね、うん、頑張ってきたんだけれどもその経済的自立をすごい頑張りました、うんうん、でも今自分で振り返ってみると、うん、経済的自立ができてから精神的自立かと思いきや、うん、実は違うんだよね、うんうん、精神的自立が先にしといた方が、うんうん、やっぱりこうじゃあ仕事ね、うん、別に何だってあればいいと、うんうん、ご飯だって別にさ、うん、3食食べなくたっていいんだから、うん、別に一食昔の武士ね、うんうん、江戸時代なんてもう一食なんだから、うん、それも粗食、うん、ねもうそういう時のことを思い返せば、うん、そんなにお金はかからない、うん、食べていくのに、うん、だからそういう感じでいけば精神的自立をして、うん、なんか強くマインドを持って仕事が例えばなくても、うん、最悪はね、うん、国が面倒見てくれるのよ、そうだよね、ね、生活保護とかくれるから、うん、でもそれ当てにしちゃいけないんだけど、うん、精神的自立をしてそして強いマインドになってから仕事を見つけると、うん、そういう人は雇う側も結構こうフラフラしてる人より、うん、なんかこのポリシーある、うん、自立してる人雇いたいと思うから、うんうんうん、精神的自立を急いだ方がいいかもね、うん、本当にそう、私もそう思う、うん、じゃあそうなんだよね、でも断捨離ってさ結構精神的自立をこうサポートしてるじゃない、うん、そうそう というのはなぜかというと自分の思考感覚感性を総動員して物選びをするって、うん、でこれはいらないこれはいりますっていうその選択決断と集中度の実践をしていくわけだから、うん、その物を通して自分の思考感覚感性に常に立ち返る立ち返るってことが、うんまあ、自分軸の確立になりそれが精神的な自立で、ね、うん、大きくのこう関係していくなっていうのはそう、うん、あの断捨離塾から ね、うん、結構あの離婚相談に来てくれてる人、うん、結構精神的自立ができてるから早い、うんうん、あ、そうかそうか、うん、でもだってってぐちゃぐちゃ言わないんだよね、あんまり言わない、こういうアドバイスするとデモとかね、うん、じゃあこっちのアドバイスするとだってとかいうね、うん、人が多いからね、ちゃんと本当にもうね、うんうん、なんかこう断捨離によって、うん、ある程度こう自分が何を捨てるべきか何を得るべきかっていうのを少しこう分かってるわけじゃない、うん、だからそういう意味ではすごくあの私のアドバイスもちゃんとこう分かってくれて、うん、準備に入るから、うん、離婚にしても修復にしてもね、うん、準備に入るからすごく楽よ、だからこう捨ててこそ この新たなステージが得られるってことを、うんまあ、体感してるからね、そうところが精神的な自立がないとこれ捨てるとどうなっちゃうんだろう、そう不安になっちゃう、そっちに傾いちゃうからね、うん、いやでも本当そう、あの誰もがさ、うん、先のことって分かんないから本当に不安になるんだよね、うんうん、だけどやってみると、うん、その不安っていうのはさ、そうなの、そう、ね、ね、不安って行動で解消していくよね、うん、でその考えても考えても不安ってなくならないけど、うん、そうそうそう、動き出すと不安っていうのがね、なんか少しずつこう消えていくっていうかな、うんうん、だからまあ消えていくっていうか不安の濃度が薄まるっていうかな、それはあると思う、うんうん、今日なんか DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。
スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。